始まる。はい、フォーフェニックスプレゼンツ。わかんない。最初から最初から。はい、クロックアッププレゼンツ。あ、ごめんなさい。嘘でしょ。もう一回。最初からって言ったじゃん今。リテイク。じゃあいきますよ。はい。はい、クロックアッププレゼンツ。耳垢じゃない。耳は甘だよ。嘘でしょ。ちょっとベテラン。テイクチリ、はい、みんなは私も言うんですかこれ。言いますね。もう普通に声バリバリ出てるから障害前に。じゃあまあいいや、はい、じゃあやりますよ。もう一回じゃあ、はい、頭からやりますよ。はい、はい、クロックアッププレゼンツ。耳垢じゃないよ耳甘だよのラジオは、せーの、耳ラジ。クロックアッププレゼンツ耳ラジ。お正月は何してましたか。何もしてないな、うん、なんかテレビばっかり見てた、うんうん、あとソシャゲ。お、2021年スタートはソシャゲとテレビでございました、うん、はい、クロックアップの池田かなめです。お正月は何してましたか。寝てた。パーソナリティの杉原まつりです。はい、ということでね、はいはいはい、うん、なんか今回台本おかしいんすよ。そうなんですよね、台本の文字化けがすごいんですよ。私が一番最初に言ったあの謎の会社名ご存知です。フォーフェニックスって。あのクロックアップの文字が FORFNXS ってあってるんですよ。じゃあこれフェニックスじゃん。うん、うん、しかもあの ASMR が DVPU になってる、うん、そうそう、なんか DVDPG のなんか新しいやつみたいな感じになってるよね。これ謎解きだなと思ってよくよく考えたら、うん、3つ先に行っちゃってんだっけ。そうで、なぜか英語とアルファベット数字が3つ先に行ってるんで、2021年が5354年。そうそうそう、ね、だから何人子供産めばいいんだろう。何人の子供たちを見送ればいいんだろうね。はい、あのそんなね、5354年の目標は、はい、星ラジはなるべく毎週更新することと、森氏をちゃんと取り替えることらしいです、うん、スタッフ B さん曰く、うん、なんか霊的なものがあるのかしら。なんかあるんじゃないですか。まあ5354年なんでね、まあね、いろんなことあるでしょう。ね、いろいろあると思います。というわけで新年最初のゲスト様はこちらの方です。はじめまして。はじめましてじゃないな。ね、しれっと嘘つかないでよ。今まで来てませんでした。飲み飲みしすぎておかしくなっちゃった。綾音まこです。はい、よろしくお願いします。飛ばしてるぜ、初めから。そうだね、飛ばしてるし、あの自己紹介ももう全くしないって。本当だ。リエルサイト様、ファンズ様で好評配信中の音声作品、耳元ねっとり僕と彼女のみだらな宴先編で山戸咲を演じています、声優の綾音真子です。完全に読んだよ、台本読んだよ、ね、DL サイトがね、GO サイトだったり、GO サイトだったり、ありそうだよね。知らないサイト出てきたなって思いました。新しいサイトかなって、どうせ名前だ。本当にあったらどうすんのよ。あー、やっちゃった、やっちゃった。知らね知らね、まだお世話になってない会社に喧嘩売って、ね、俺もゴーサイトの案件なくなったわ。悲しい。はい、ということでね、はい、僕と彼女のみだらな宴っていう PC ソフトがあって、はいはいはい、でその PC ソフト自体は、うん、ネット上のタスクさんっていう方が書いた、はいはい、僕と彼女のみだらな宴っていう、はい、そのネットノベルを参考に作られてるんですけど、うんうん、でそっからさらに派生作品として音声作品が出ました、うん、はいはい、出させていただきました。はい、ご説をありがとうございました。なので音声的にはそのゲームからですよね、うん、ですね、ゲームからやらせてもらって、やっていただいて、ASMR DVPU 化けてんのよ。で出させてもらったんですよ ね、 ね、僕と彼女はみだらの歌もね、はい、フォーフェニックスさんから出る。しかし黒っかく化けてんのよ。こっちもちょっとバグってるから申し訳ないね。シカちゃんの卒業会の時は電話ゲストありがとうございました。こちらこそ、こちらこそ、急にびっくりしましたけど。ああ、お疲れ様でした。かかまあでしょうね、急ですもんね。急にかかってきて急に終わったって何だったんだろうかって。まあそういうことでして、はい、で今回もゲストに来ていただきました、はい、ありがとうございます。で多分ね、今回、うん、今回もなんですけど、うん、このラジオって最後の方でちょっと ASMR 的なささやきセリフとか、はいはい、そういうのちょっと読んでいただくところがあるんですよ。知らんかったぞ。だと思った。知らんかったぞ。なのでね、ちょっとそこでちょっと本気を見せて、そうですね、嬉しいなと。恥ずかしい。
あの収録するところは普通って PC ゲームとかだと収録するところって他の人は見てないじゃないですか、ね、はい、あ、そうですね、ここはあの窓ガラスからバッチリ見られます。収録するとカーテンつけてやろうか、すごい覗くよ、うん、超見られるよ。だって私も見る、ペンライト振ってあげるね。やった。何色かな。頑張れ頑張れ、あやね、頑張れ頑張れ、あやね、うるせえ。ちょっとうっすら透けて聞こえるぐらい大声。台無しなのよ。5354年の負けてんのよ。何回からツッコミさす。今年の抱負などありましたか。今年の抱負、うん、ら健康であれ。まあそうですね、結局健康はね、死んでもやっぱり、まあ、まあ今ねちょっと流行り病すごくなってますね。いや、あ、そうですよね、死んでても健康ってもう、ね、本末転倒では。死んでも健康で痛い。ね、どうしてもね今の時期ってねやっぱり大きい病気流行ってるから、まあそうですね、どんな気をつけても ね最近はってやっぱりなるけど、うん、ですな。それとはまた別に健康でありたいな、うん、心身ともにね。いや本当思います、やっぱ家に引きこもっているので、うんうん、基本どうしてもどんよりしちゃうから、うん、そうだね、そんな時はやっぱ私漢方だと思う。あ、家の中でも体動かすとかじゃないんだ。私妖怪東洋医学だから。あのちょっと喉が痛いとかちょっと肩こりがひどいとか言うと、うん、すぐ漢方と針よ。漢方と針ですねそれは。もうあのちょっと運動不足でここが痛いって言うとすぐに、ね、うん、針よ。でももしかしてあの中野にあのメンスリーディングあるあの、あそこの影響ですか。違います。あそこまで一回行ってみたいなと思うんですけど、あのワンコインでなんか朝鮮人参のワンチャツを売ってたりするんですよ。結構本格的で、ただあれは多分煎じるのを自分でやらなきゃいけないと思うので。そうなの。そう、あのだからサソリとか売ってるんですよ、チックル。あります、あります。煎じるってそんなに簡単なこと。いや全然全然、何の方がなんかこういう鉄のあれ買って、鉄の急須みたいなやつ、ごまするやつじゃダメ。そこからか。でも粉末で売ってるのもあるんですよ。多分粉末にはしてほしいですよ、ね、パウダーでそのなんていうんですかね、うん、あのパケというかあのこうやってピーって。大丈夫ですか。末端価格いくらとかじゃないですよ。パケって言ったらもうそれなのよ。中身で500円でパケだって。僕ね、なんか警視庁24時とかをめっちゃ見とるんですよ。警視庁24時ってめっちゃイライラしますよ。なんかそういう目的で見ちゃうから。そうそうそう、理にかなってるでしょけど、私ももうそいつと話しても無理だって。持ってんじゃんって思って、私は持ってみてる。あれね、あれ名前覚えてるから、あのちっこいあの密閉できるジップロックできるちっこいビニール袋もパケって言ってるんですよ。で、あのタバコの葉っぱとかを吸うあのちょっとパイプみたいなやつ、あれをガラパイって呼んでるんですよ。ガラスパイプなんで。はいはい。いらない知識。正しくはあのワンヒッターっていうあれガラスパイプなんですけど、要するに1回分だけ詰めてタバコのしゃあの何しろ手巻きタバコの葉っぱとかを詰めて吸うやつ。あ、まあそれタバコだったら別におかしい。タバコだったらいいですよね。おかしい話じゃないですからね。ただ、ね、余計な知識を植え付けられた。そうそう。気がするぞ。ね、いつ話そうこの話ね。パケがね。うん。なんかパケ。絶対線引かれるよ。やべやべ、やってるやってる、絶対やってる。なんかそのなんか中野にそのパケで。そのちっこいこう粉末の違うね、私の言ってるカンコは違うのよ。違うんですよ、なんかの根っこみたいなのがこう粉末売ってたり、 ありますよね。なんか猿の腰掛けとか。美味しいの。美味しくない。カンコでしょ。美味しいもんじゃない。もう味なんか二の次ですよ、ね、なんか自分の体に合ってる時は甘く感じます、うん、その甘いでしょとはならないですけど、なんかほんのり甘いな。やばいぞ、やばいぞ、やばい、これ以上踏み込まないやばい、やばい薬じゃないんだよ。しかもなんか太い針も刺してもらってるんですよ。そう、太くて長いの。もう一回言って耳元で、太くて長いの。本気出せい。恥ずかしいの、恥ずかしいの、恥ずかしいの。針ってだって刺すとなんかこうミョンミョンするような細いんじゃないんですか。はするんですけど、ガチガチのものではないですけど、はいはいはい、なんか針より、それは針より細い、ガチガチのもの、髪の毛より細い針、はい、だけどそれよりもちょっと太め、中国針やってるんだ。そうです。そう効くんですか。いや、めっちゃ効きますよ。めっちゃ効きます。私ターン上がんない時あったけど、うん、上がるようになりました。少しでも不調を訴えたらすぐザンってくるよ。なんでもですよ。メンタルでも私言う。最近ちょっと気持ちが、いや漢方だね。それ絶対。針もいい。僕最近ね、なんか腰が超痛いんですよ。漢方でね。あと針かな。漢方と針。併用がいい、併用がいい。組み合わせたらもう何でも治るわ、多分。本当に。週2、3回行けば。多いな、しかも。めっちゃ金かかる。こ
これ以上の展開ないよね、きっとね。全部ハリか漢方、ね、そうです。あとはもう健康問題、私に言ったらやっぱそのハリと漢方が飛んでくるだけだよね。ハリと漢方、じゃあ先行こう。はい、というわけで、どういうわけ、耳の穴も舌の穴もぬれぬれな30分間。ねっとりな女の子は好きですか。その前のあのカッコ、カッコ見てください。こちらカッコ、K なボイスって書いてるけど、 K じゃなくてちょっと3つ申してください。 K から H なボイス。その通り、よくできた。恥ずかしい。リテイク。うわー、今一生懸命やったじゃないか。でもほら、サキちゃんやってるぐらいの人ですからね。サキちゃんの声ももう分かんないな。ここで言えばいいのか。熱い。よし、いきますよ。はい。ねっとりな女の子は好きですか。 OK しますよ。オッケーでいいです、大丈夫です、はい、クロックアッププレゼンツ、耳垢じゃないよ耳山だよ、クロックアップ、ASMR コンテンツのラジオは耳らしい。この番組はクロックアップの提供でお送りします。ひどい、ここすごい違うのよ、もう書いてある文字が違うのよ、そもそも。はい、改めましてクロックアップの池田かなめです。杉原まつりです。そしてゲストは声優の綾音真子です。というわけで、まずはこちらのコーナー、ふつお。これ本当はね、タが抜けてるんですよ。タが抜けてるんですけど、僕らもうふつおとしか言ってないです。ふつおでいいです。で、はい、このコーナーは番組に寄せられたお便りメールを紹介しつつ、まったりトークするコーナーでございます。うん、はい。今や美少女ゲーム業界で6本の指は、これ多分3です。そういうことか、ね、なんで片手プラス1足してんだろうって思ったの。3、あ、そうか、そういうことか。そう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 、だって6本の指が入るって、なかなかだなって、6本の指が入るってこういうことでしょ。なんでもう片方がウォーズマンじゃないんだから、こんなやばい、小学生のやるウォーズマンじゃないんだ、スクリュードライバーなのよ。3本の指が入るじゃない、3本の指に入る。6本の指入ったらガバガバだよ。やめなさい。相当な猛者ですよ。やめなさい。だってもうフィストプラスアルファですから。やめなさい。ちょっと気持ち多めに。そうね。あの3本の指に入る売れっ子美少女ゲーム声優綾音真子さんを知らない人はいないと思うので、あの自己紹介は前回も1分間していただいたので、今回は、はい、まあ、免除ということで。ありがとうございます、助かりました。ガバガバなのよ、ね、やめなさい。言いたいのよ。6本、6本がね、どういう6本かですよね。5プラス1なのか、33なのか、33希望だ。のれんくぐんのかっていう、感情の強いやつ。やだもう。あ、こっからさらにもう一本増やしたやつ。ダメだ、あ、そういうもんなんだって思う人はいるかもしれないからやめときましょう。そういう、あの、あれだ、あのエヴァンゲリオンが AT フィールド破るときみたいな。ダメだ、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 あれ確かに3本3本。やだやだ、初号機入ってくんのがやめてくれ。やめなさい、やめなさい。あ、お腹痛い。はい。じゃあ普通オタを紹介していただきましょう。はい、マコチンからお願いします。はい、はい、明智キリンさんからです。ありがとうございます。皆さん、星ラジは、わ、こちらが新年も気づけば2週間経ちましたが、はい、いかがお過ごしでしょうか。はい、うん、まあ、ぼちぼちです。ぼちぼちです、うん、よろしければ皆さんの去年やり残したことと、うん、今年の抱負を語ってください。うん、それでは。わー、なんかね、今年って、うん、なんかいつもより年切り替えた印象薄くないですか。いや、やっぱ、ね、外出れないし、うん、そう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 、だからなんかこう、ね、去年やり残したっていうか、なんかもう延長なんですよ、うん、去年のまだ、あの土日が挟んでたから、あ、挟んでましたか。お休みも短かったんですよね。そう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 、年末年始の、だから1が平日で2、3が土日なんですよね。そう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 、で4日からみんな出勤とかしてるから、うん、早い、うん、大変だ。去年やり残したこと、やり残したことばっかだよ。いや、なかなかやっぱ外に出れてないから、うん、ね、やり残したこと、つどつどのイベントごともできてませんからね。お花見であったりとか、なんかそのやり残したというよりは、なんかようやく乗り切ったみたいな、ね、2020年、うん、まだ ね、まだ怖いけど、やり残したことありすぎてわからないかな、わからない、ね、
あの人との交流がね、やったことの方が少ないんじゃない、うん、やれたことの方が、うん、何やったかな、やったことがなんだろうってね、本当に。まあ少なくともあの漢方と針をやってるってのは、ね、そうですね、やっぱりね、やっぱ健康のためにやっぱそれで乗り切ってるんですね。今年の抱負も漢方と針かもしれないな。より通おうねっていう。まあね、今年も去年に引き続きちょっと大変な状況なので、やっぱ風邪ひかないとかコロナにかからないとか、ね、予防を徹底するっていうことが大事になっていきますよね、うん、うん、自分守ると相手を守れますからね、やっぱり映っちゃうから、いや結局私はいいやつなんですよ。そういうやつなんです。そういうやつなんですよ。いいやつだな。ありがとう。はいはい。まあそんな特にみんないろいろやり残してるということで、今年の抱負は健康に生きるということで、健康に生きる、健康に生きる、まずそれが一番大事ですね。そうですね、キリさんも ね、かかんないように、あ、そう、本当、筋肉も気をつけて、うん、じゃあ続いて私が、はい、はい、わさび麺さんからいただきました。ありがとうございます。兄貴、まつり姉さん、ゲストのまこさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。まこさんといえば2年前くらいにエロゲー最多出演しておりましたが、2020年のエロゲー声優出演作品を調べている方がおり、まこさんは2020年は12作品出演ということでした。なので去年も売れっ子美少女声優でしたね。美少女声優ってなんか話変わってきますよね。あの美少女の声を当ててる声優であって、別にあのびっくりしちゃった、ちょっとテンションがちょっと。あ、でも別にあのあやさんが美少女じゃないって言ってるわけじゃないですよ。あら、ありがとう。そして最近兄貴の声優としての出演がないので寂しいです。ねえんだよ、もともと兄貴の音声コンテンツはいつ発売するのですか。過去に1回でもあったかよ。ホモゲーの開発と出演と合わせて待っているんですよ。そうだそうだ、ちょっと切れ気味ですよ。あの待っているんですよ。僕過去に1回でも出していったことありましたもん。いや、もうなんだろうね、周りから固めて、なんか夢でも見てんじゃねえのか。でもね、目標ですよね、今年のきっとね。いや、僕は違いますけどね。えでも綾さん 2年前、あ、最多2年だったっけな、2年ぐらい前かもしれない、はい、いや、その時どれぐらいでしたんですか。あの時で20本ぐらいから前後ぐらいだったと思いました。あ、なるほど。じゃあ12本で言ったらまだまだ全然売れっ子の領域じゃないですか。いや、本当ですか、ありがとうございます。体感として結構忙しいなっていう感じだったんですか、その最多出演の時。ああ、なんかフリーランスになったタイミングだった気がするんですよね。忙しいのもそうだし、もう必死だった年だった記憶があって、それで体を壊してしまって、あの漢方に、それで健康維持して、健康維持して、いい声の、いい声のね、コツは、ね、喉にぶち込んでもらってるから。太いのはね、長いのもね。最低だ。兄貴お願いします。はい、続きまして、はい、ハンドルネーム大助さんからいただきました。ありがとうございま す。兄貴、まつり姉さん、あやね、まこさん、みみラジは、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。疫病もあってか、昨年は瞬く間に過ぎ去った気がします。そうですね、当たり前のことが当たり前じゃないと実感した年となりましたが、今年は心機一転、新しいことに挑戦する1年にしたいと思いますと。改めて星ラジが帰ってきてくれて本当に嬉しいです。あら、私にとって星ラジは人生。いい生き方あると思う。もっと他の人生あると思う。まさに耳垢みたいなものです。かっこ褒め言葉、褒め言葉にどうなってもならない。まあでもたまにね、あのほじくり出して捨てるぐらいがやっぱり星ラジとしてはちょうどいい。人生つってたのにな。まあ人生うんこみたいなもん。やめなさい。もう何かを垂れ流しながら生きてる。いや、はい、と長くなりました。この辺で失礼しますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、でもね、あの、素敵なメール。人生って言ってくれてるから。まあね、まあ耳垢みたいなもんですけど。そこばっかりピックアップして。ね、何か生み出せるとしたら、排泄物しかない。いや、まあ、人間のね、体の構造的にね。こんなにいいこと書いてんのに、なんで耳垢だけピックアップしてしゃべる。だってキャッチーだから。うわ。まあね、新たな生命も誕生しますけど、それよりも圧倒的に生産量としてはうんこの方が。いやだ。そうですね。まあね、うん、サイクルよ ねこんなにこと何書いてましたっけ、耳垢以外飛んだ。耳垢以外はそんなにでも当たり前のことが当たり前じゃないと、まあね、コロナで、そうですね、なんかね、まあ、人に会えなくなって、うん、お仕事もそうですもんね、お仕事の考えとかで、そうだから今クロックアップもね、うん、すごくって、うん、社内人がほとんどいないんですよ。在宅できる。なるほど。特にグラフィッカーさんなんかはほぼ在宅で。寂しいですか。
いや、まあ別に。そうか。終了。終わりです。うん、確かにイベントごととかどっかに行くとか人に会うっていうことが今なかなかできないのがちょっとね寂しいよね。本当に普通に何も考えてなかった時って、ね、手洗いうがいもちゃんとしてなかったし、わかります、ね、風邪ひかなくなりましたよね本当に本当に手洗いうがい大事なんだなっていう、あと今年はなんかやっぱインフルエンザの件数もすごいガクンと落ちたらしいですよ。いいことですよ ね、 やっぱインフルエンザでもなくなっちゃう人はなくなっちゃうから、なんか結局あれだよね、コロナもインフルエンザみたいに対処療法がね確立していったら季節的なものだったりとか、ねなるといいんだけど、これは教科書に載る出来事じゃないですか、きっと。だってあれでしょ、スペイン風邪ってインフルエンザだったんでしょ、うん、そう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 、そうなのか、そうスペイン風邪そうですよ。ああ、そっか、すごい人数亡くなってるんですよね、それも。あれも結局は対症療法が確立しないのと、感染力が高かったので、うんはいはい、ああ、だって別にスペインでなってないのよ、あれ。アメリカだったよね、本当は発症。うんなんでなんでスペインってついたんだろうか。わかんない。それはわからんけど、確かアメリカのね軍か何かの中で発生して、そっから爆発的にとかだったよ、スペインじゃないのよ。熱、ね、い風評被害のスペイン。スペインが。スペインは何も悪くない。ね、なるほど。振りかぶって何も悪くない。なる。怖いや怖いや。まあそんなあやねさんなのですが、どんな、はい、わかんない、どんな漢方と針が好きなあやねさんなのですが、はい、きっとたくさんの ASMR ね、ASMR 作品に出演されたと思いますが、そうかな、はい、そんな体感ない感じ、そんなに出てないかもしれない。昨年出演した音声作品は何本くらいありましたか。ASMR の、うん、まあ、ASMR で音声作品、あでも そんなに多くないかもしれない、2、3本、3、4本ぐらいだと思います、多分、まあ、基本はやっぱゲームの方ですよね。どうしてもそう偏るかもしれないですね。これ音声作品って原則今全部 ASMR なんですか。じゃないのもあります。ただ ASMR がほとんどではありますね。切り替わってるのか。そう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 。でしかもあの KU100 っていうマイクあるじゃないですか。どいつ、顔がついてるやつ。え、私がマイクって呼んでいるあれ。マイクだかボブだか。いや、あれって普通に買おうとしたら100万超えるんですよ。高い。だからあれで収録するっていうことは一種のステータスなんですよね。すごいですね。なんだこいつって。だからなんだろう、作品名とかに、はい、カッコ KU100 って書いてあるのもあるぐらいです。あーこれ撮ってこれで撮ってますよ。100万するマイクで撮ってますよ。音質違うんですかね。違いますね、やっぱその辺は。たびたび合ってるね、100万ぐらいのキャッツと。やばい、100万の彼氏ですよ。100万の彼氏、すごいな。男も女も全部聞いてるからね、彼は。すげえ、モアイみたいな。そう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 、あれあれあれ。そうですよね。ワンパンでボキっていきそうです、はい、やめなさい、100万。ワンパンでボキっていったらそのワンパン100万ですよ。いやー、高え。100万の女になります。ワンパンで100万を稼ぎ出したもん。稼いだんじゃない。取られる側だよ、ね、スタジオに対して稼ぎ出したってことですよ。そんな、その AMSR。ASMR です。あ、私ね、AMSR って書いてある。え ?ASMR。S が先、はい。なんだよ、言ってよ。SM 覚えたら方がいいんじゃないですか。SM? そうそうそう。それを覚えて。SM 作品。じゃあ話変わってるな。杉原さんもね、もう出演作品あるので、そろそろ覚えてください。そうですね。ちょっと馴染みがない ASMR 作品で、そんなね、高性能のマイクを使って出演の時に気をつけてることとか、演じる時のコツとかありますか。なんか ASMR って、はい、またちょっと芝居のアプローチ違うなって思いません？なんていうかね、普通のゲームとかだとやっぱりちょっと声大きめにとか、あ、そうですね、決め玉というかが、決め玉、決め打ち、決め玉、決め玉間違ってんだから。なんかここで決めるぞっていうところで、はいはい、よりこうグッと中に入るというか、そう、力を入れることがすごく重要だと思うんですけど、放つじゃなくて、こう ASMR は逆になんかちょっと引くことがすごく大事なんです。わかります。本当あのモアイに、モアイね、ね、入れるイメージ、なんか大事なところも入れるイメージ。なんか話が合ってくるな。攻めの姿勢で、オラモアイてめー、オラオラって抱いてるのか、抱いてるかもしれない。100万
番泣いてっからって。それこそなんていうんですかね、その耳元の表面だけに届く音みたいなのをわざと出したりとか。難しいですよね。難しいです、ね、あんまりマイクに当てない方がいいんだろうって思ったりも、なんか吹いちゃったりとかボフボフって音とか。でもなんかあれ吹くのがいいっていう人みたいですよね。そうそうそう、え、どうしちゃいいんだってブーって言ってやればいいわーって急にそう、難しい。ささやきで盛り上がるときにささやいて攻めるって難しいなって。フラストレーションがどうしても、いや、めっちゃ出したいなって思っちゃったりするし、あと、うん、過呼吸になるなって思います私なんか体感でこの間のあの、はい、みだらの宴の音声作品やった時に、はい、あやめ編ですね、ゲームより楽って思った、はいはい、楽か、うん、どういうあれで楽でした。音圧を出さなくていいから。あ、なるほど。あ、そうですね、うん、長身の人、動くことで色は出るし、うんうん、なるほど。あと距離、遠近とか下とか、マイクを離すことで声色の変化がつくから。あ、やっぱ体動かすから結構圧力で出しちゃうから、圧力出さないとこんなにも楽って言いながら。なるほど、元気っつって書いて、まあ、あやめさんは相当圧力強かったですけどね。あ、そうかなオラお前いいかーみたいなエスケがあるからそんなキャラはやってない。さっきのクロックアップでそんなキャラはやってない動くと今日難しいなって私は思うんですよね。音鳴っちゃうもんね。音もなんか鳴らしてくださいっていうのが生っぽくていいっていう、うん、鳴らす音にも、いや私はなんか分かんなくって、なんかこう絹ずれの音とかはいいって言うから、うん、なんか分かりましたって言ってこう、うんうんうん、ペーパーバサバサってやったらペーパーやめてくださいなんでよそれはダメか確かにペーパーは変だよなってペーパーはねちょっとその環境にないもん、絹ずれとかの話だったんだなって思いましたうっかりうっかりっていうことを気をつけてますありがとうございました、はい、以上ふつおたのコーナーでした。続いてはこちらのコーナーです。お試し ASMR 体験会。このコーナーはリスナーの皆様からいただいたお題セリフをバイノーラルマイクを使って読んじゃおう、ただし誰が読むかは神のみぞ知るというコーナーです。はい、まあ、あやねさんに分かりやすいように説明をするとですね、はいはいはい、まあリスナーさんからこのセリフを読んでくれっては来てます。そうです、ここに、うん、でただ何が書いてあるか僕らも読んでないと分からないです、うん、そうです。でそれを、まあ、せっかく目の前にバイノーラルマイクございますから、はいはい、まあ、バイノーラルマイクで映えるように読んでいただきたいなと。そうですね、あ、これは100万ではないです。100万ではないです。じゃあ最悪壊しても大丈夫という認識で。まあ、ちょっと弁償額がちょっと安く済むかなぐらい決してこれ自体も安いものではないですけどじゃあダメだわというような感じです、はい、でどれを引くかは、うん、これからじゃんけんをして、じゃんけんで勝った人から順番を決めていきます、うん、あ、私は何番、俺何番目に読みたい、俺何番目に読みたいみたいな。なるほど、2番でしょみんな2番に。ゲストゲスト2番でしょゲスト鳥飾ってくださいよそんなもん2番ですよでそれみんな撮った後に聞いて、みんなでああでもない、本当に聞くんですか、うん、なんで、聞くよ聞くよ、何の会社、いや自分たちだって読むのになんでそんな余裕かましてるんですか僕らもう1回やってるからね。汚れちまったんだよこっちはそっか、何飛ばされたんだバージンじゃないんだよもう初めてじゃねえんだよそうか、悲しい。とりあえずじゃあ順番を決めるじゃんけんを、はい、最初はグーからいきます、はい、最初はグーじゃんけんグー、兄貴負け、最初はグーじゃんけんパー、勝った、はい祭り2番やだ、いや一応やだな、3で、なんで僕はいつもグーを出すかっていうとグーを出す人は頭がいいらしいんですよ。え、本当ですか。パーを出す人は頭悪いんだよね、力んでるから。そう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 、へえ、そういうことか。チョキは、チョキが一番賢いらしいよ。え、だから力んでる時ってなんだっけ、パー出しやすいんじゃなかったっけ確か。とにかくまあいいや、うん、頭いいランキングで言うと一番上がチョキ、グー、パーらしいんですよ。なる、チョキバカだぞチョキバカもうアホだなそれは。まあ、1番兄貴、2番祭り、3番まこちんの順番でやりますので、ここにはい、リスナーの方からいただいたセリフのお題がね、はい、ありますので、じゃあ兄貴から好きなものを引いてください。ほらー、はい、まこちん引いてください。これ私も引きました。でそれぞれこれは他の人に見えないように中をチェックしてください、はい、中分かっちゃったら面白くないですからね、うん、これ今見ていいんですか。どうぞ、はい、
変なやつじゃないようになるほどね。あのなんだろう、これ言っちゃっていいのかな、言っちゃっていいか分かんないけど、はい、大介くんまたごめんな。大丈夫だよ、大介好きだな。大介くんまたごめんな、好きだな。狙ってるわけじゃないんだ、たまたまなんだよ、たまたま。あの前回も確か僕ね、大介くんのやつ引いちゃってるんですよ。あ、そういうことゲストさんに読んでほしいっつって来ているのを僕が読んでる。なるほど、まあ、楽しみだね。よし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 。ごめんな、大介くん。悪かったよ。それではまずこの、 あのセリフを言う時のあれなんですけれども、はい、まず誰々からいただきましたっていうところをセリフに入っていただくっていう形になります。はい、1番っていうのは兄貴を残して私たちは一旦外に出て退出、はい、退出いたします。せよー、じゃじゃ五分を、ほら出てた出てた。はい、それではみんな無事収録を終えましたので、はい、これから視聴タイムでーす。視聴タイム、まずは、はい、兄貴からの、はい、ASMR です。はい、どうぞ。はい、大介さんからいただきました、ありがとうございます。今回もごめんよ。はぁ、本当寒いね、くっついて温め合おうか。よいしょ。え、当たってる？わざとだよ、ほら、えい、えい。気持ちいい？あったかくなるまでずっとやってあげるね。何を当てたの？意味合いが変わってくる。台本がさ、はい、もうおかしいじゃん。うーん、で、台本はおかしくないんですよ。当たってるわざとだよって、男と女で当てるもの違くないし。違うし、ちょっと危機感がすごいよね。そうそうそう。兄貴に当てられてるとしたら。そうそうそう。だって僕、みんなが当てられてるのはもしかしたらね、ちょっと柔らかい二つの膨らみかもしれないけど、僕が当てるとしたら多分あの、シワシワの二つの袋を、ちょっと押し付けてる感じになるので。事件じゃん。で、それで聞いてるで気持ちいいって聞いてるんですよ。どういう心理なんだろうね。あったかくなる前ずっとやってあげるんときたもんだ。もう事件だよ。事件ですよ。摩擦？あ、やだ。だから多分ね、あの二つだったらポヨンポヨンとかふかふかとかなると思うんですけど、僕のやつはもうペチンペチンってやってですからね。アメリカンクラッカーみたいな。そう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 。やだ。ジョジョ2部みたいになるからね。クラッカーボレーってなるからね。カポカポンって。そんな感じの。なるほどね。で、ただ悲しいなって思うのは、うん、大介さん前回も僕だった。そういう運命にあると受け入れていただければいいな。特にね、かっこ、狙ったとかその本当になくって、中が全く見えない状態で弾いてるんで。ね、すごい。だからもうどうしようもないのよ。じゃあ次回もね、大介さんでしょ。そう、あの、誰も悪くないのよ。うん、悪いのは僕、あなたのくじ運か僕のチョイス運、どっちか、まあ。どっちもどっちってことで。いや、かわいそう。そんな感じでございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。いや、続いて、はい、マチュリタンの ASMR です。 IH インコさんからいただきました。あれ、手ぶらでどうしたの？おい君、びしょ濡れじゃないか。しょうがないな、中に入れて温めてあげようか。以上です。です。あれ、あ、なんか、かっこいい、なんかボーイちゃんな感じでしたね。男の子で一応、男の子でちょっと中で温まってグッときた、うん、どうだいみたいな、ね、お家に呼び、ね、わかんないのよね、男の子の中に、どういうこと？男の子の中に、まあ、僕にインしていただいてもいいですし。なるほど、含みがいろいろ、まあ、あんまり性的な匂いがしない方向で、健康的な感じでね、なんかあったかいような、あったかい甘い飲み物でも入れてんだろうなっていう、ココアだね、ね、あ、美味しいっつってね。そういう感じで、まあ下のお口からでも美味しくはあるかもしれない、ね、やだ、まあ、ホットミルクをあげちゃうかもしれない、ね、最低だ。もしかしたら出てくる時はココアになってるかもしれない。もうやだ心からのやだだって。は
んな感じでした。そんな感じ。さあ、続いて、あやねまこさんの ASMR です。わさび麺さんからです。いきます。おはよう。って、朝から元気だね。インドアの癖して、テント張りは得意なんだから。ほう。なんか正当派って感じですよね。うん、なんか ASMR 作品だったらこういうのみんな狙うよねっていう。そうそう、正当派は本当にこういうの売ってるって感じ。そうそうそう。正当派でいっちゃった、恥ずかしい。うん、まあ、最後のね、ちょっとうまくいってやった感。恥ずかしい。ふざけたらよかった。でも内容的にあんまりふざけられないよね。テント張り。テント張り上手なんだから。インドアのくせにって。ちょっと軽くディスってみるみたいな。よく考えるな、みんな。まあそっから多分このテント解体しちゃうぞってなってくるわけです、ね。やだもう。で、解体したら中の支柱が一本なんかすげえのがある。やだもう。まあ最近そういうワンポールタイプみたいなの増えてるみたいな。へぇー。映画何でしょ。本当の話じゃなくて。普通に普通に。あの、出入り口の方に立てといて、そっからその周りに、こう、紐でやるタイプ。片付けが楽っていう。なるほど。それを倒せばいいだけだから。そう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 。はいはい。アウトドアしないけどね。あんましないですね。テント立ててまではしないから。僕もゆるキャン知識なんで。みんな知ってる。キャンプなんかするわけないじゃん。家の中でだってテント張りたくないよ。めんどくせえから。めんどくさい。確かに。テントまではな。あ、でも最近家の中でテントを張るっていうの流行ってるらしいですよ。外行けないからですかね。どうすんの、どうやって。要するに家の中でテントを張って、うん、そのお子さんたちがテントの中でワーキャー行ってくれたら。なるほど。大人だけでやってたらなかなかのミステリーだよね。6畳一間でテントとかだってわけわかんない。もうテントだよみたいな。まあテント気分をちょっと味わいたいってのはあるんじゃないですか。外行ってる気分をね。はいはいはい。ベランダとかでやればいいんじゃない。あ、よきよきよき。ベランダでやると周りから苦情が。いいじゃん、子供の声ぐらい多少は。うるさいからって。いいじゃん、そっちぐらいな。やばい、なんかコーナーの内容と全く違う話だった。はい、というわけでですね、このコーナーではリスナーの皆様から、ASMR で私たちに表現してほしいセリフやシチュエーションを大募集しております。はい。メーカー様、同人サークル様からの応募も大歓迎です。新作のプロモーションにぜひ、どうぞ。いや、新作のプロモーションってことは多分、うん、その、僕らが出してるこういうのがあるんですけど、その中のセリフを抜粋して送りました、読んでみてくださいみたいなことなんですかね。あ、じゃあ、ね、本域の声優さんがいるのにそれもない。じゃあそれは出してくれよって僕なんだろうね。そういうことになっちゃうよね。他の人が読むとこうなるよ。あ、なるほど。はい、熱い熱い。あんまりやりたくないよね。なんか部長の18番を私が歌ったるよみたいな違いになっちゃうでしょ。俺のあの声じゃないのみたいになっちゃう。しかもそれよりもちょっとね、上手くなっちゃったらそれ申し訳ない感じです。辛い。部長はなんかいまいち天城超えれてなかったけどな。あいつ超えてんじゃん。腰効いてんなみたいな。まあ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 、あの、例えばなんだろうね、うん、同人は同人でも小説とか。ああ、なるほどね。小説の中の一セリフをちょっと読んでほしい。なるなる。音声がついたらこんな感じだよ。で、あの、僕に当たったら本当ごめんなって。面白そう。はい、そんな感じでございますと。はい。応募は番組ホームページの投稿フォームからお願いします。以上、お試し ASMR 体験会のコーナーでした。はい、というわけでクロックアッププレゼンツ、耳垢じゃないよ耳垢だよ、クロックアップ ASMR コンテンツのラジオは、耳ラジはいかがだったでしょうか。耳垢だよって言ってる。耳垢じゃないよ耳垢だよって言ってる。マジで耳余ってたつもりだった。結局耳垢だった。まあいいやいいや、一緒一緒一緒や一緒や。あやねさんどうでしたか。楽しかったです。お腹痛い。恥ずかしかった。でも人前でこう演技しろなんてあんまりしないから。普段されていらっしゃるんですよね。あ、そっか。でも普段は見られないですからあんまり。あ、人がいる、出てて。ものすごい勢いでね、見ないで。杉原さんがキラキラ光る謎の棒を外から持ってる。ライト振ってるなって言って、赤色だなって。しかもあれボタン押すと色変わるんですよ。すげえ。
外で見たらカチッカチッカチッって音がするたびにここがいろんな色に変わる。いいライト持っとるな。20何色ぐらい。嘘ついたかも。10何色かもしれない。いいよ、それは。すごいよね。推しのライトの色変がいつでもできる。あ、素晴らしい。いいライト。セレクトボタンっていうのがあるからね。いつでもそこで推しの色になる。もう、推し編も自由自在よ。推し編はしません。強い気持ち。手分けで楽しかったです。よかったです。ありがとうございます。なんか告知などはありますか？なんだ、ツイッターやってます。なんで払いまん、なんでは、もうダメだ、バグっとるよ。殿下の応答、ツイッターやってます。はい、フォローしてください、フォローしてない人は。ちなみにツイッターはどうやって検索したら出てくるんですか？なんでしょうね、あやねまこで出てくるんじゃないですかね。じゃあそれ出ます。はい、あやねさん、あやねまこさんのあやねの漢字が分かんない人は、放送ページにどこかに載ってるので。あやせしのあやよ。で、根は根っこの根。いや、違うわよ音だよ違うわよ、まあ、この放送ページのね、配信ページのどっかに載ってるはずなので、それをね、選択して右クリックするとコピーっていうのが出てくるんで検索していただいて、はい、それで多分 Google とかに貼り付けってやってリターンキーをポンと押すと多分出てくる上の方に出てくる、ね、ほぼ猫とご飯のツイッターになってる私のブログがブログじゃないツイッターがブログちょっと持っちゃったブログねはい、出てきますので、よろしくお願いします。はい、そして、クロックアップの告知だとね、はい、近いうちにゲームが一本出ます。はい。織姫っていうタイトルのゲームが出ますので、よろしくお願いします。で、今年はなるべくコンスタントに、音声作品も出していきたいと思っているので。うん。はい、もしかしたらまた杉原さんとか、あやねさんに会う機会もあるかもしれない。待ってます待ってますはい、ぜひよろしくお願いします。ということで。はい。はい。というわけで、星ラジでは皆様のメールをお待ちしております。普通を、では普通のお便り、新コーナー。新コーナーがあるんですって。ほら。おた、あ、新コーナー、これ違うわ。さっきやったぞ。さっきやったやつだぞ。やったよ。もう完全に先読みしてしまった。新コーナー、お試し ASMR では、バイノーラルマイクで表現してほしいセリフ、シチュエーションなどを大募集いたします。サークル様やメーカー様からのご応募も大募集。みんなで ASMR コンテンツを盛り上げましょう。はい、そして新年なので新コーナーを追加。はい。その名もエッチな音で言ってみよう、やってみよう。うんうん、はい、美少女ゲームや音声作品に欠かせないエッチな音の作り方を覚え、効果音も作れる美少女ゲーム声優&ディレクターを目指すコーナー。面白そう。次回から始まるのでお楽しみにって書いてあるんですけど、うん、僕今初めて知った。私も初めて知りました、ね。はい、うん。はい、その、その他日本語で読めれば何でも。オーケー。文字巻きがすごい。三個後のね、アルファベットが書いてあるからね。その他日本語読めれば何でも RN って書いてある。どういうこと？投稿は番組ホームページ内にあるメールフォームからお願いします。今回やたら読むの疲れるな。すごい頭使いますよね。はい、それではクロックアッププレゼンツ、耳垢じゃないよ耳山だよ、クロックアップ ASMR コンテンツのラジオは耳ラジは終了の時刻となりました。お相手は最近何かハマっているわハマっているわハマっている、多分話しても伝わらないと思うんですあの何にハマってるかっていうと、うん、電子タバコ、あ、ベープって言われるもんですね。で、最近までちょっとハマってるものが変わってきて、ほうほう、メッシュウィックっていうのハマっとるんです、うん、中に、こう、コットンを通して、そこにリキッドを吸わせて、それを蒸発させるんですよね、ここで。電熱線を巻いて。ほうほう、で、その、コイルに巻いてる、このコットン、じゃなくって、今、メッシュを巻いて。はいはいはい。要するに、網網の金属を焼いて絶縁して、それにリキッドを染み込ませて吸っとるんですよ。大変そう。大変、すごく大変、ね。失敗するとショートするし。わあ、っていうようなことをやっています。なるほど。なるほど。はい。はい。え、クロックアップの池田さん、最近何かハマっている、ハマっているとは違うんですけれども、今年って、初売り行けなかったじゃないですか。ですね、なので、しこたま福袋買ったんですよ。買ったんですよね。しこたま福袋買ったんですけど。いいもん出ました？うんとね、全部着ない。そう。っていうので、メルカリを。うっとるうっとる。いや、メルカリを宣伝したらいいんじゃないですか、今ここで。メルカリ。メルカリはね、いいですよ。もうメルカリヘビーユーザーなので。相当大手だ。
メルカリにハマっています。パーソナリティ杉原まつり、そして来週も引き続きお付き合いお願いします。はい、ゲストは、はい、最近何かハマっているわ漢方と針にハマってるもう言う前に笑っちゃったもんだって綾音真子ですずるいわそのインパクトでお送りいたしました。はい、次回は4月55日配信予定です。だから3、1月の22日です。はい、お願いします。はい、せーの、まったね。クロックアッププレゼンツ、耳垢じゃないよ耳垢だよ、クロックアップ ASMR コンテンツのラジオは耳ラジ。この番組はクロックアップの提供でお送りいたしました。